はい、皆さんのテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。というわけで本日は17時にメンテナンスが終わりまして、大型アップデートが終わりましてログインしてみたんですけども、今回そんなに大型アップデートがあったっていう感じではパッと見ないですよね。まあ、新しいガチャ来てましたけど、そしてグランドアリーナがねまた来週あるんですね。早いです。この前ね、立て続けに2回もあって、でまた1ヶ月の間隔を空けることもなくグランダリになって、で若干レードと被ってるし、もうちょっと ねそこもね学んでほしいですよね。レードと同じように、まあレードの方が今回はねやばかったんですけども、まあ前回とか以前もね同じような感じ、そう以前もね、あの言うたらまあ今回のレードと同じようなことがあったんですよね。ただ今回とその以前、前回じゃなくて前々回との違いは、僕まだ動画内ではカスであるとしか言ってないので、ちょっとお話しするんですけど、まあ、ツイッターの方ではね、ちょろっとは語っているんですけど、その以前あった時と、まあ、内容的に全く同じ、まあ、援助案件だったんですけども、まあ、違いはというと、まあ、やっぱり人数ですね、人数。その、以前あった時は、ツイッター、的には一人だったような、ツイッターでつぶやいてる、ちゃんとつぶやいてる方だけだと一人だったんですよね。まあ某社さんね、まあ、今回はまた弾かれてたんですけども、弾かれてらしたんですけど、そう社さんだけだったような、そうで、ね、今回またランキングね戻ったということで、まあ一応一段落にはなったと思うんですけど、で、8人だったかな、8人の方が弾かれてたみたいですね。そうだから人数がね、前よりも多分何倍か、そう前多分1人か2人とかだったような、ちゃんとやってる人でね、チーターじゃなくて、そうだからまあね、人数が以前よりも多かったから、まあ今回みたいなね、その感じになったっていうのと、であとは多分曜日ですね、曜日一応多分ってつけるんですけど、正確じゃないかもしれないので、確かね以前その前回会った時は土日じゃなかったんですよ、土日に熱を帯びなかったというか、もう金曜日の時点で運営が次回のメンテナンス時に対応するっていう、そういったお知らせを出してたような気がするんですよね。そうだからもう木曜日の時点で、まあ、ランキングから弾かれるみたいなことがあって、で金曜日、まあ、すぐではないけど、まあ、一応今回よりは早く運営がね、声明を出したというかね、そうだから今回ね土日だったっていうのが、まあ、こんな感じになったっていうのが多分あると思います。で土日ってね、まあ、今までのガンダムウォーズの運営を見てるとほとんど機能してないんですよね。まあ、しっかり休んでるというか、そう土日はまあ基本的には休んでらっしゃると思われます。はい、でそんな時にランキングから弾かれたんですけどっていう問い合わせが何通も LINE ゲームサポートの方に行って、でサポートがね改めて運営に確認して、でまあね土日だということ で、レードに詳しい人間がもしかしたらいなかったかもしれないっていう状況で、まあみんなね本当は詳しくないといけないんだけど、共有してないといけないんだけどね、休日でも全然対応できるようにね、そんな中でまあその答えられる人間が答えた結果で、それをさらに LINE ゲームサポートが、まあ、マニュアルに沿ってでテンプレートを用いて答えた結果がひどい返答ね、カスみたいな返答だったんですよね。そうランキングに表示されなくなったイコール不正しましたねっていうね、とてもひどい発言でしたね。そうなのでまあこれねツイッターでもつぶやいたんですけど、運営と LINE ゲームサポートって全く別物だと思っていいと思います。そう運営イコール LINE ゲームサポートではないですね。はい、そのサポートの人ってもう全くねガンダムウォーズのこと知らないと言っても過言ではないと思います。他の LINE ゲームを多分全部担当していてね、でまあカスタマーなので、まあ大体派遣社員とかアルバイトとかが多分受け持ってるんですよね。まあ、だからといってね、その人 の仕事能力をね、疑うってわけじゃないんですけど、まあ単純にね、知識はないと思います。はい。
で、そういった人が運営に確認した結果で、あまり機能してるとは言い難い運営が答えた結果、調査した結果、多分ね、調査してないんですよね。うん、調査できる人員が多分土日はいないと思うんですよ。で、その調査っていうのも、まあ僕らがイメージする調査っていうと、もうしっかりね、あの運営の方でレートを検証してみたいな、そんなイメージなんですけど、土日だとなおさらね、そんなことはないと思っていて、だから、まあ言うたら、まあ、サポートの人が確認した結果がもう、あの聞いた結果がもう調査した結果みたいな感じになったんじゃないかなと。で、月曜日になって、そう、土日が終わって月曜日になってお知らせが来ましたよね。まあ案の定というか、そうだから本当に調査したのは多分月曜日なんですよね。で、その結果、まあ不具合ね、不具合じゃないんだけどね、不具合っていう書き方もあれなんだけど、まあ不具合っていう体でね、お知らせを出してきましたよね。うん、だからまあ、ね、土日結構ガオミの間で熱を帯びましたけど、まあ、その結果運営が動いたっていう見方もできますけど、まあ、僕が思うに、まあ、単純に土日が終わって月曜日を迎えたから運営が動いたっていう、そんな感じかな。うん、まあ本当はね、それじゃダメなんですけどね、ダメだと思うんですけどもね、土日とはいえ一人でも二人でもいいからツイッターをチェックして、 YouTube をチェックして、今ユーザーはプレイヤーはどんな声を上げているのかっていうのを確認して、で、すぐに対応して、すぐさまアナウンスできる能力、環境づくりがね、より良いゲームを作る上では必要不可欠なんじゃないかなと思います。常々思っております。はい、今のね、 SNS 時代においてはめちゃくちゃ重要なんじゃないかなと。はい、だからね、そうだから僕にね、とりあえず僕に Twitter だけでもいいから任せてほしい。そう、公式 Twitter を見てるといつも思います。はい、僕ならもっとできるのに、10倍も20倍もよくできるのにっていう、そういったね、自負がありますし、自信がありますし、実際できます。はい、うん、そうだからね、無給でもいいので、本当に無給でもいいので僕にやらせてください、ツイッター運用。はい、まあね、オファーはやってこないんでしょうけど。はい、で、何の話だっけね。まあ LINE ゲームサポートはまあそんな感じで、そうで、運営もまあ土日はそんな感じで、今回ね、土日で、まあ、熱を帯びてしまったから、まあね、あの予想以上に盛り上がってしまったというか、うん、まあそもそもね、LINE ゲームサポートの返信とか関係なくて、このレードに問題があるんですよね。そう、この感じでやるんだったらレードを実装するべきではないっていうね、ダメージランキングをやるなら、そうじゃないなら、あのダメージランキング撤廃したらいい話なんですよ。そう、一番楽なのはダメージランキングさえ設けなかったら、まあ、今回みたいなことにはならなかったんですよね。まあアプリ落ちとかそういった問題はありますけど、まあそれはとりあえずさておきね、今回の問題はダメージランキングで、10億を超えたら、ね、ランキングから弾かれて、で、不正扱いにされるっていうね、そこが問題だったので、まあ単純にダメージランキングを排除すればいいんです。それか、あの前回みたいにダメージ上限ね、今回10億でしたけど、前回20億でしたっけ、20億以上ね、あ、そうか、今回の不具合対応、まあ一応不具合って呼びますけど、不具合の対応も、まあ結局は単純にダメージの上限を上げただけですよね。上げたのか、もう完全になくしたのかね。あ、そうか、20億1位の方確か20億以上出せてたような、さっき見たら。なのでまあ最低でも25億とか30億とか、まあ、もう上限なくしたのかな。でもそれだったらもっとチーターが、まあでもこれからまた湧いて出てくるのか。そうだからね、そう、まあ、今回ね、もちろんね、運営に対して怒るべき怒っていいんですけど、ね、怒るのは当然、至極当然なんですけども、最も悪いのはやはりチーターです。そう、一番悪いのはチーター、こいつらが諸悪の根源です。こいつらがこの世に存在してるから悪いんです。そうで、まあ2番目に悪いのが運営といった感じで、そうだから、まあ運営にね怒ってるのは全然いいんですけど、
運営に対する怒りと同等以上のものをチーターにもぶつけてください。そう、うん、だからまあ運営に対して怒ってチーターに対しては憎んでって感じかな。まあ憎んでっていうのはどうかなって思うんですけど、まあ運営を憎むべきではないのかなと。憎むべきはチーターで、怒るべき相手は運営かなって、それが僕の考えですね。はい、本当にチーターはこの世から滅びればいいと思っておりますね。ウォーズデブリ、そうウォーズのゴミね、スペースデブリ、宇宙のゴミみたいな感じで言うと、そう本当にウォーズデブリなので、まあウォーズに限らずね、他のゲームでもですけどはびこってますよねチーター。うん、まあほとんどがね某国のって言われてますけど、うん、ね、なんか文化がね違うんですよね。まあ当然国が違うからなんですけど、まあもちろんね真っ当にプレイされてる方もねいらっしゃるとは思うんですけども、とにかく勝てればいい、とにかく勝つことに市場の喜びを感じるっていうのがそのチーターたちなんですよね。まあもちろんね勝つと嬉しいっていうのは僕らにもあるんですけども、やっぱりその過程プロセスって少なからず重要じゃないですか。その過程があったからこその勝利であって、その過程が何にもないとただ勝ってもね、そこから得られるものは正直ないんですよね。それがまあ、多くの感覚かなとは思うんですけども、そういったチーターの人たちは、チーター連中はその感覚がない、まあとにかくねもう一切土地をすっ飛ばしてでもいいから勝ちたいっていうね、それでね、市場の喜びを感じるっていう連中なんですよね。はい、その感覚がね全然わかんないんですけども、勝つことは嬉しいけども、その勝つに至るまでのやっぱりねそのね道、それはやっぱり重要なんですよね。ワールドカップもですけど、いきなりワールドカップに出場しても、まあホスト国はね別にしてホスト国は別にして、うん、じゃないんですよ。いきなり日本代表が何の予選も戦わずにワールドカップに出るっていうなっても、それでいいのって思いますし、やっぱりそのそれまでに、まあ、今もですけど苦難の戦いをねやってきて、その結果ワールドカップ出場できるみたいな、その方がね何倍も何十倍も嬉しいはずなんですよ、うん、まあやっぱりワールドカップ出られないのはね本当に悲しくなるんですけど、何のねあれもなく、はい出場できますよって言われても嬉しくはないですよね。はい、それはサッカーの代表選手も同じかなとは思います。はい、そうね、で何の話だっけチーターね、そうだから一番悪いのはチーター。まあでもそのチーターたちを排除できないね運営もね当然悪いんですけど、まあ、やっぱり LINE ガンダムウォーズっていうことで LINE と連携してるから、そう単純にチーターを排除できないんでしょうね。うん、普通のゲームアプリ、まあ例えば某グラブルとか、あれもね定期的にチーター排除してますけども、そうあれはまあサイゲームスの力かサイゲがすごいのかわかんないけど、うん、まあ LINE と連携してる分ちょっとやりにくさはやっぱりあると思うんですよね。グラブルみたいにスッとできないと、まあスッとできてるのかやっぱりサイゲの力かわかんないけど、はい、といったね、はい、ちょっと長くなっておりますのでそろそろ終わりにしたいとは思うんですけども、でなんだよこの万能設計図10って、せめてダイヤ10でしょうね。なんで今日万能設計図10なの、絶対ダイヤまあ少なくても5とは思ってたんですけど、まあ万能設計図10枚もねありがたくはあるんですけど、個人的には今非常に枯渇しているので、はいね、無課金プレイヤーとか初心者のプレイヤーなんかはねこの10枚もありがたくはあるんですけど、いやそうじゃない、そう別にそもそもこの配布は僕らはまあなくても、まあ、正直いいんですよ、うん、ただ今回被害を遭われた方にお詫びしてもらいたいですよね。うん、そうだった、僕は関係なかったあまり関係なかった、うん、そうだからお詫びも正直なくていいんですけどね、今回ダメージランキングから一時的にでも
排除されて、でチーター扱いされたっていう、ね、そういった方にはね、しっかりとしたお詫びやってほしいですよね。はい。で、まあとりあえずね、一応ね、まあ根本的な問題は解決してないと思うんですけど、まあとりあえずは、まあ、一段落ということで、まあ以後ね、また似たような問題が起きない限りはもうこの話題は封印して、はい、まあ、いつも通り楽しくガンダムウォーズをプレイしていきたいと思っておりますので、皆さんもね、まあ、できればそんな感じで、ね、楽しくやっていきましょう。いやー、来週グランドアリーナかまたグランドアリーナか、しかも無印か。はい、まあでもやり始めたら楽しいんですよね、グランドアリーナ。はい、というわけで、はい、今回、ね、これで終わりたいと思います。本当はね、もっと早くね、あのカスであると以外にお話ししたかったんですけど、昨日とかね、鼻水がね、ひどくて動画が出せなかったので、はい、今もねちょっと、まあ、今日はね、まあ、鼻が多少は詰まってるんですけど、まあ撮れる範囲なので、はい、動画出すことにしました。またあの新ガシャ、ね、キュリオスとかなんか来てましたね。新ガシャ動画出そうとは思っておりますので、チェックの方よろしくお願いいたします。では今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオ。